はいどうも皆さんこんにちは、今日は一人ビブリオバトルをお送りします。ニュースのなぜは世界史に学べという、本をご紹介したいと思います。茂木誠さんという人が書いていて、2015年にソフトバンク新書 SB 新書から、出ています。ですね、まあ、これはちょっと面白い本なんで2冊ね、まあ、シリーズものなんで2冊続けて紹介できればなと思ってるんですけれども、ですね、これはね、要はその今のこう世界というのを理解するには歴史を見るとすごくその理解が深まるよっていう話なんですよね。まあね、もうすべてに言えるんですけれども、じゃあ今の日本、中国、韓国の東アジア情勢みたいなことを、語るときに、歴史を見ないとその全貌は見えてこないわけですよね。じゃあ香港のああいう、問題、天笠運動とかどう考えるのって言ったときに、もう歴史っていうのがすべて、その歴史的文脈というものを理解しないと、理解したことにはならないんで、台湾とかもそうですよね。台湾、今の台湾政府というものがどういう、ルーツを持つのか、それは実はもともと中国政府だったものが共産党革命で追われて、国外に追われて逃げたのが、まあ、今の台湾だったりするん で、そういうことを理解していかないといろんなことを見誤るよっていう話があって、だから今の国際情勢を今の新聞だけを読んでても実はあんまりよくわかんないんですよね。まあもちろんその起きている事実は追えるんですけど、それがどうしてそうなっているかというのは歴史を学ばなきゃわかんないわけで、そういったことを考える上で、非常に、有益な本だったのでちょっとご紹介したいなと思いました。それでまあですね、今じゃあ新型コロナウイルスね、COVID-19 という、WHO がね、言ってますけれども、このね、新型コロナウイルスのことも、これ世界史を見るとよくわかるっていう話があるんで、僕は、10病原菌鉄っていう本を、前々回ぐらいの動画でご紹介したっていうのは、そういう理由があるわけですね。僕が、最近のニュースで、ちょっとこれ今、撮影しているのが3月24日で、割と僕取りためてるんで、これを紹介するときにはもう、古い話題になっちゃってたら申し訳ないんですけれども、先週ぐらいの、僕はまあニュースでね、驚いたことの一つが、アメリカのトランプ大統領がですね、ツイッターで、コロナウイルスのことを、チャイニーズウイルスって呼んだんですよね。チャイニーズウイルスにはもう迷惑してるぜみたいなことをツイートしたんですよ。で、まあそれを僕はニュースで読んで、あ、これだからバカが大統領になっちゃダメだなと思ったんですよ。で、本当バカとしか言いようがなくてですね、というのはね、歴史を見ると実はこういうウイルスとか病気っていうのはすごい隣国との、あるいはまあその敵対国とのその敵対関係を煽ることに利用されてきたんですね。で、その煽ったことによって得してきた人なんて誰もいないんですよ。で、そういう歴史をトランプ大統領が学んでいればですね、それがいかに愚かなことかっていうことがわかるんだけれども、彼はですね、歴史を学んでいないので、なので、まあ基本的にバカなので、そういうことがわかんないんですよね。だからかわいそうな人だなとは思うんですけれども、じゃあどういうことがあるかというと、これ知恵泉というね本に書いてあるんですけれども、こういう歴史があるんですよ。ヨーロッパは複数の国が互いにくっつき合って戦争と和合を繰り返してきました。そのために常に、文化的に干渉し合い、これは我が国が元祖だと言い争いを続けていますと。まあ、これ日本と韓国にもあるじゃないですか。なんだっけ、稲作は韓国で始まったのか、日本で始まったのかであったりとか、いろいろあるんですよね。そのくせ、あまり好ましくない事項に関して、〇〇はあっちの国が元祖だと、その権利を押し付け合います。はい。で、アメリカ大陸から輸入された風土病と思われる梅毒に関しても、はい。フランスではイタリア病、イタリアではフランス病と勝手に、他の国の名前を付けて呼んでいました。はい。梅毒のことを、フランス人はイタリア病と呼び、イタリア人はフランス病と呼んでたんです。
これまあトランプ大統領論法で、論法ですよね。で、真実を言えば、ウイルスっていうのは自然界のものなのでね、誰が、どこの国に属するとか、関係がないですよね。はい。で、もちろん震源地、今回の震源地が中国の武漢であるというのはそうなんだけれども、被害者は、アメリカではないです。加害者が中国でもないです。被害者は人類全体なんですよ。で、ここのところなんでわからないかなと思うんですけどね。これがミサイルだったら話は別ですよ。でも、これって自然現象なのでね、被害者をあえて言うとしたら人類全体なわけで。だから、なんていうのかな、すげえ、そういう人、まあ、日本にもいますよね。なんか中国が、は謝罪すべきだとか言ってるんだけど、いやいやいや、そういうことじゃないでしょうと。これは自然のものなのでね。なんだろうな。じゃあさ、例えば、日本にね、じゃあ、2011年の津波がありましたわ。それで、自動車のね、部品とかがカナダの沖とかにも流れ着きましたよね。で、あれをね、カナダの人が日本に謝罪してほしいって言ったら、日本人はどう思うんですか？我々こそが被害者だって思うでしょう。僕は自然現象っていうのはそういうものなんで、お互いにやっぱ同情心というものをかき立てるべきものであって、敵対心というものを、それによってね、なんか煽るようなことっていうのは愚か極まりないなと思いますよね。で、他にもですね、面白いのが、コンドームのことをね、イギリスではフランス人の手紙って呼ぶんですって。で、フランスではイギリス人の帽子と呼ぶとかね。あと、七面鳥のことを英語でターキーって呼ぶんですけれども、これトルコ人っていう意味なんですって。で、まあそうですね。ターキー、トルコ人のことじゃないですか。で、七面鳥って間抜けな鳥の代名詞なんですよね。で、実はね、トルコでは七面鳥のことをアメリカ鳥って呼ぶんですって。だからこれからもよくわかるわけじゃないですか。そういう、悪いものを、憎しむべき、なんか敵国の名前をつけるとかっていうのは世界中で行われてきたしね。そしてそれが、何も生んでこなかったっていうのはもう実証されてるんで、だから僕はトランプ大統領バカじゃんって思うんですよ。それで、まあ、ちょっと話それましたけども、こういうね、歴史をじゃあ踏まえてると、そういう、トランプ大統領みたいなツイートをすることもないわけじゃないですか。ね。で、まあ、ワイドなショーっていう番組で、僕最近もう見てないんですけど、あの番組なんか右翼がかってきたから、好きじゃなくなっちゃって、僕の大嫌いな高須とか出てるしね。それで、なんだろ、松本人志が、だからネットニュースで読んだんですけど、松本人志が、なんだかな、こっちは被害者やからね、みたいなこと言ったらしいんですね。それでね、そのコロナウイルスのことでね。で、そしたら、そこに来てたお医者さんが、いやいや、これは自然のウイルスっていうのは別に国、ウイルスに国籍はないんですよ。だから人類が被害者でって、今僕が言ったことを言ったんですって、そういうことをたしまなめたっていうのがあるんですけど、だから松本人志みたいな影響力のある人がそういうことを言うということのが、どれだけ、なんていうのかな、科学的にも間違ってるしね、なんだろう、あらゆる意味で間違ってるんで、ほんとがっかりしましたね。だからまっちゃんはね。だからまっちゃんはもう天才ですよ、そりゃ。その笑いという意味では。だけれど、その政治の読みとかに関しては、ひでえもんだなと僕はいつも思ってますね。というのは、まあ彼は教養がないので、もうしょうがないんですけども。まあその点、ビートたけしとかはすごいなと僕は思いますけど、でもね、彼はいろんなことを勉強してるなと思います。で、ちょっと、なんだろう、松本バッシングになってしまったんで、ちょっと話を戻しますと。例えばね、まあ、この本ね、1と2があるんですけれども、3もあんのかな？わかんない。僕は1と2読んだんですけれども、1はね、結構ね、ロシア、ウクライナあたりのこととか、あと中東情勢のことがすごい詳しく書かれてて、で、中東情勢ってね、なんかね、佐藤勝っていう人がね、本でも言ってるんですけども、中東情勢について俺はもう完璧に分かったという人は、多分その中東情勢について分かってない人だって言ってるんですよ。つまりそれぐらい専門家ですらもう複雑すぎてわからない世界なんですね。だけれどもぼんやり、薄ぼんやりとでもいいんで、こういうことかなっていう、輪郭をつかむっていう意味ではこの本はすごく役に立ちました。で、僕はね、ウクライナにね、2016年に行ったんですよね。で、それがすごくね、僕の人生にとって、今考えるともう4年前ですけれど、すごくね、大きな出来事だったなと思います。で、ウクライナに行ったのは、まあ僕ら FBI という団体が、ウクライナの、
麻薬中毒者の人たちをリハビリさせるですね、まあ、畑とかをやりながらその社会に復帰させる施設があって、そこを支援してるんですね。あともう一つはそのクリミア半島の併合がありましたよね。で、ウクライナの、東部では今も紛争が続いてるんですけども、その紛争で怪我をした民兵の人たちを、政府がですねあんまり面倒見ないんで、そういうところに医療キットを届けるという働きを、FBI は、金銭的に支援をしたんですね。で、そういうことがあったんで、そういうそれの窓口となってくれている、ウクライナのメシアニック銃と言われる、ウクライナってのはユダヤ系の人がすごい多いんですね。で、そのユダヤ系の人の中の、イエス様を主として受け入れたユダヤ人の人たちの集会があるんですけれども、まあ、そこにね僕らは行かせてもらって、でチェルノブイリのね博物館にも行く、博物館という資料館というのか、にも行かせてもらったりとか、まあ、そんなことでキエフにね1週間ぐらい滞在したんですけれども、それがすごく僕の未だに面白良かったな、行って良かったなと思いました。というのは、まあ、ウクライナというのは旧ソ連ですから、だから大きく分けると、その東西冷戦という枠組みで言えば、東側の国に入るんですよね。で、僕は考えてみると、生まれてこの方、東側の国に、東西冷戦でいうところの東側の国に足を踏み入れたのが、その時が初めてだったんですよね。っていうのは、まあ、日本で生まれたということは西側諸国で生まれ、で、アメリカに行くっていうのも西側じゃないですか。で、まあ、ほとんど僕らがじゃあパスポート、普通のパスポートで行けたのは、そもそも90年代までは西側だけだったんですね。東側っていうのはパスポートを取るのすら、まあまあ、ビザを取るのすら難しかった。今はすごい、だから自由に交易できるようになっているんですけれども、で、ウクライナに行ったっていうのはすごく大きくて、じゃあウクライナの歴史とかってどうなってんのみたいなことを、そこで、その現地の人の話とかを聞いたりとかするにつけ、あ、全然知らなかったことが本当にいっぱいあって、で、その翌年ですね、だからこの本を読んだのは2017年なんで、ウクライナで聞いたいろんなことが、なんかこの本を読んだことで、なんか繋がったみたいな、すごいね、いい本でした。そういう意味では、僕にとっては。でいてね、だからすごい大掴みな話なんですけど、これちょっと引用じゃないんだけど、なんかね、例えばね、どういう、歴史を見ると、なんで、この世界、ニュースがわかるかっていう話で、中国とロシアに民主主義が根付かない理由っていうのがあって、これって一つの、まあ、現代世界の謎なんですよね。まあ、中国って資本主義は根付いたわけですよね。だからこそ、まあ、もう10年以内にアメリカを GDP で抜くとすら言われるぐらい、まあ、経済成長したんですけれども、でロシアも資本主義は根付いてるんですけど、民主主義は中国には根付いてないですよね。でロシアにも根付いてないですね。ロシアは選挙ありますよ、ありますけれども、投票率 99% とかって民主主義普通の民主主義ではありえないんですね。でそれはなぜなら中央が管理しないとそんな投票率にはならないから。でいて、ロシアでは、そして、圧倒的な、支持で、プーチンとかが当選するんだけれども、それが果たして民意なのか、そう。それとも、まあ、民意らしきものなのかっていうと、まあ、後者だろうと言われてるということで。なんで、まあ、中国もロシアも民主国家とはちょっと言えないわけじゃないですか。で、これがなんでなのかっていうと、その、茂木さんのね、分析がすごい面白くて、すごい大掴みな話なので、ざっくりした乱暴な議論なんだけど、でも、筋は通ってるなって思ったのは、こういう話なんです。だから、ゲルマン人のね、民族大移動っていうのがあったわけですよね。で、これ、まあ、世界史で習ったと思います。で、東西に、それによって、ローマ帝国が、東西に分かれたんですね。で、西はカール大官っていう、カール大帝がですね、まあ、その政治的な冠をローマ法王からもらうわけですよ、西側の。で、これ政教分離の原則になるわけですよ。ところがですね、東は政教一致なんです。つまり、その皇帝が権威を持つっていうことに、システムになっていく。だから、宗教的なトップと政治的なトップが同じだったんです。東西ローマ帝国の東側っていうのは、まあ、今でいうとその東方教会ですね。で、西側はですね、その、宗教的なトップはトップとして、君臨しつつ、政治的なトップはカールというですね、皇帝がもらうという、だからこれって政教分離にルーツの、なんだろう、その
政教分離という考え方にすごい親和性が高いわけですね。で、中国も、中国っていうのは液政革命って聞いたことあるかもしれないんですけれども、これはあの革命思想で、どういう思想かというと、中国という、国を、理解するのに、すごい大事なキーワードは天っていう言葉なんですね。で、中国ではその、支配者のことを天子って呼ぶんですね。で、どういう考え方かっていうと、天には意志があると。で、その天は、この地上を治めるにふさわしいと認めた人物を天子として任命するっていう考え方なんです。で、そうするとですね、どうなるかというと、その天使が滅びて、新しい、人が革命を起こしてですね、トップに立った場合、天は古い天使を見捨てて、新しい天使を任命したって考えるんです。そうすると、革命を容認するってことになるんですね。はい。これが、液政革命という、まあ、中国の歴史を、今でも、実は貫徹している、中国人の歴史観の根底に流れているものです。で、これも、政教一致なんですよ。なぜなら、天っていうのは宗教的な存在であり、天使っていうのは政治的、存在じゃないですか。これが一つになってるから。はい。で、ところが、じゃあ、日本どうかというと、天皇がですね、征夷大将軍を任命というかですね、その、戴冠するわけじゃないですか。はい。まあだから事実上の征夷大将軍というのは日本のトップなんだけれども、足利とかですね、また、徳川の時代もそうでした。だから、天皇は徳川の時代なんて、京都、御所にですね、引きこもってですね、はい、いたわけですよ。で、ほとんど権力なんてなかったんですね、天皇はね。だけども、一応、その正当性というものをいただくためには、徳川は天皇から、その正当性を譲り受けたという格好だけはしなきゃいけなかったぐらい、日本では、その宗教的な権威というものと、政治的な権威という二つが併存した状態が、続いたんですね。なので、日本には民主主義が根付いたっていう、考え方を、まあ、茂木さんはここで提案してて。だから、民主主義というものが、根付くためには、政教分離という大原則が根付くための、文化的な素地がなきゃいけないと。で、西ヨーロッパにはそれがもちろんあったと。それは東西にローマ帝国が分離した時に西は、そのローマ法王がですね、王様を戴冠させたという、宗教的権威が政治的権威を任命したっていうね、格好を取ったわけですね。で、日本にも政教分離を容認する、素地があった。それはなぜかというと、征夷大将軍を、任命するのは天皇だったからっていう。これちょっと面白かったですね。で、こういうのを見ると、今のニュースも読み解けていくよみたいな話です。で、ね、これがね、じゃあ、やっと引用に入るんですけど、44ページにね、こういう箇所があるんですね。ロシアとウクライナに関してなんですけれども、もともとロシア人とウクライナ人は兄弟みたいな民族。多少言葉は違いますが、同じ系統の言語です。宗教も同じギリシャ正教会。文字も同じキリル文字で、ギリシャ文化の影響を受けています。ところが、フビライ藩によるモンゴル支配を脱したウクライナと、ロシアは全く違う道を歩むことになります。モンゴル人の撤退に伴って、ウクライナに進出してきたのがポーランドでした。ポーランドはカトリックなので、西ヨーロッパ諸国と同じく、政治権力者の独裁を嫌う伝統があります。冷戦末期に、ポーランド共産党の独裁に立ち向かったのが、ポーランド人の教ヨハネ・パウロ2世でした。一方、長くモンゴル帝国の支配下にあったロシアでは、モスクワ大公という貴族が台頭しました。モスクワ大公はモンゴル人の女王を妃に迎えて混血が進み、血統的にもモンゴルと一体化していきました。もともとのギリシャ正教会の文化にモンゴル帝国の文化がプラスされたのがロシアです。一方、ギリシャ正教会の文化に、ポーランド系カトリック文化がプラスされたのがウクライナです。例えて言えば、ロシアとウクライナのは仲のいい兄弟だったけれども、幼い時に浮き別れてしまって別々の家庭に育ったようなものなのですという。これが僕ね、だからウクライナに行ってね、すごいね、いろんな、なんだろう、知らなかったことだらけで、いろんな疑問がね、を抱えて日本に帰ってきて、この本を読んだ時に結構ね、なんていうか、すごいすっきり分かったことが多くて、でね、まあ、この、そもそもじゃあウクライナがこういう歴史あるんだみたいなことを知って、
ってる人ってと結構だからあの高校とかですごい世界史を頑張って勉強した人とかね、世界史得意だった人とか、あともうすごい世界の歴史のことを学ぶのが大好きな人とか、あるいは大学でそういう歴史のことを学んだ人という人を除けば、僕はすごい歴史苦手だったから特になんですけれども、こういう知識が本当に抜け落ちてて、もしかしたらこの動画をね皆さん、ご覧になっている皆さんも、こういったこうウクライナの歴史っていうのは案外知らないんじゃないかなと僕はまあ邪推するんですけれども、だから僕ねウクライナで聞いたら結構面白いなってって思ったのが、実はねあのロシアってねもともとウクライナから始まってるんですよ。でキエフ公国っていうのがロシアの起源だとされてて、キエフって今のウクライナの首都ですからね。でそのキエフ公国がモスクワに行ったんですよ。そしてロシアを作ったっていうのがあるんで、まあなんかイメージとしてはなんていうのかな、なんか、もともと日本って西から始まったじゃないですか。ところが徳川幕府が、その何もなかった関東平野を開拓して、今首都が東京じゃないですか。そんな話に近いと思うんですけど。だから、ウクライナは京都の人みたいな感じで、もともとうちの国なんだけどね、なんつって。で、ロシア人とじゃあウクライナ人は、実はその、ルーツは同じなんです、そんな風にね。だけれども、何が違うかっていうと、茂木さんが言ってるのは、ロシアは実はモンゴル帝国の影響をすっごい受けたと。そして、ウクライナは、ポーランドですね。ポーランドの影響をすっごい受けたと。で、ポーランドっていうのは、カトリックですね。で、モンゴル帝国っていうのはアジアの文化なんですね。で、この違いが、ウクライナと、ロシアの大きな違いを生んだんじゃないかっていうのが、まあ、茂木さんがここで言っていることで。で、そう考えるとすっごい面白い話があって、ウクライナってですね、NATO にね、入ってないんですね。で、ポーランドは確か入ってるんですよね。で、NATO って何かというと、北大西洋、条約機構かな、っていうやつで、つまり、NATO って、軍事同盟ですよ。で、まあ、北大西洋なんで、アメリカとヨーロッパなんですよ。ね。で、東西冷戦時代は、アメリカと西ヨーロッパだったんです。つまり西ドイツは NATO に入ってたんです。そして東ドイツはロシアですね。ソ連のその共産圏という枠組みに入ってました。当然ウクライナもソ連の一部でしたからそこに入ってました。で、NATO に入るかどうかっていうのが実はその、ソ連が崩壊した後の東ヨーロッパ諸国の、すごい大きなトピックになっていくんです。で、入った方が絶対メリットが大きいんですよ。ところが入ると怖いぞっていうのがあって、なぜならロシアがにらみを聞かせてるから、北大西洋条約機構に入るというのは、つまりロシアに対して唾をかけるような行為なんですね。はい。つまりなんでかっていうと、北大西洋条約機構っていうのはソ連ににらみを聞かせるための軍事同盟だったからですね。そもそものことの起こりは。で、ロシア、ソ連が崩壊して、ロシアと、バルト三国とか、ウクライナとか、東欧のいろんな、国々に分かれていったときに、その東欧の国々が、まあ、東ドイツなんてもうドイツに統一されちゃったわけですから。で、その隣のポーランドも確か NATO に入っていくわけですよ。これ、事実関係間違ってたらごめんなさいね。その場合訂正しますけれども。で、ウクライナは入ってないです、今ね。入ってないんだけど、本音を言えば、ウクライナ人のかなりの人は NATO に入りたいと思います。だけど、じゃあなぜそれができないかっていうのは、実はウクライナの、まあ、大統領含め、支配階級の人たちは、ロシアとの太いパイプを今でも持っているからです。はい。で、ここに、2013年の大きな事件ですね、ロシアによるクリミア半島併合という、事件が大きく絡んでくるんですけれども、じゃあウクライナの人は、じゃあロシア実は NATO に入りたいんですよ、だけどそのロシアに気を使って入れないんですね。で、これはね、だからね、すごい、まあ、ちょっと似たような話で言うと、なんだろうな、
似たような話がないな。ないけど、まあまあ、あれですよ。だから、韓国とか、台湾ってちょっとそういうとこあってね。韓国って実は、その、今は西側諸国のような顔をしているけど、歴史の長い長い歴史の中で、中国の弟分という、地位が、まあ、韓国の、なんていうのかな、国家意識、アイデンティティ、国家アイデンティティでもあったし、それが実はある種の優越感にもつながってて、中華思想っていうのは、中国から離れれば離れるほど位が低くなります。だから、日本というのは韓国よりも中国から離れてますね。だから、韓国からすると、その中華思想に基づけば、日本は韓国より下なんだぞっていう、そういうプライドがあるわけですね。ところが、韓国は今は西側諸国に、属していますから、アメリカと軍事同盟を結んでますね。アメリカの米軍基地が、韓国にあります。だけれども、韓国はそれに関して、非常に中国に気を使ってるんですね。はい。台湾も結構同じところがありますね。で、ロシア、だから、そのウクライナっていうのは、そのロシアという大きな強国と、そして西側にはヨーロッパ諸国という大きな軍勢がいるわけですね。その中で、絶えず揺れ動いてきた、そういう国なんですね。だから、そう、もう本当地政学っていうんですけど、こういうのをね。で、その国が置かれた場所によって、すごいその政治的に不安定になりやすいという国が世界にはいくつかあります。朝鮮半島もそのうちの一つですし、ウクライナもそのうちの一つで、だからいつもですね、ロシアと、ヨーロッパの間の振り子を揺れてるんですね。だから、ウクライナの大統領というのはその親ヨーロッパ的なのか親ロシア的なのかっていうのが大きなすごい問題になるんです。で、今現状ではロシアと太いパイプを持ってない人がウクライナのトップにつくということはありえないような状態になっています。はい。で、はい。で、ここで出てくるのはなんでかっていうと、ウクライナは実は同じギリシャ正教、というか、まあ、ごめんなさい。同じですね、東方教会ですね、正教系なんですけれども、同じルーツを持ち、宗教的な同じルーツを持ちながら、ロシアではそれがちょっとモンゴルっぽいものと混ざったという歴史があって、そしてウクライナはそれが、西側の、カトリック系と混ざったという歴史があって、だから政治的に、宗教的にまたすごい揺れるんだよっていう話があるんですよ。で、続いてですね、クリミアのね、話に移っていきますね。51ページです。セバストポリ軍港。これクリミアにある、軍港、港です。軍用の港です。これは、帝政ロシア時代から、ロシア黒海艦隊ですね。ロシア黒海艦隊の母港だったのですが、1991年のソ連崩壊により独立したウクライナ領となり、ロシアが海軍基地をウクライナから借りるという形でお口つきました。借りているということは当然ウクライナの新欧米政権としては返してほしい。実際に返還する期限も迫っていました。プーチン大統領はおそらくこう考えたのでしょう。ウクライナの新欧米は、欧米派政権は、クリミアのロシア軍を撤退させた後 NATO に加盟して、米軍の駐在を許すかもしれない。これはロシアにとって重大な脅威となる。クリミア全体はロシアに編入してしまえば、セバストポリ軍港をウクライナに返す必要はなくなると、ウクライナの混乱はロシアにとってはセバストポリ軍港を守るための最後の機会だったというわけですと。これさっき僕が言った話ですね。で、ちょっと説明しますとですね、ウクライナ今の首相、の前かなが、ポロシェンコという大統領でしたね。で、このポロシェンコという人は、新ロシアなんですよね。で、その前の人が、確か、新欧米なのかな。で、これちょ、でもどっちか振り子は揺れるんだけれども、ロシアとのパイプ持ってない人なんていないんですね。で、
ロシアとしては、その親欧米派の大統領がウクライナの大統領になった場合、最悪 NATO に入られるのが一番嫌なんです。さっき、それは僕がさっき言った理由で、NATO に入られると、米軍がですね、そのセバストポリ軍港というところに、基地なんか作っちゃった場合、ロシアとしてはすごい、まあ、囲碁で言うと、ものすごい痛いところに黒い石を置かれると、自分が白い石だったとしたらね、そういうことが防ぎたいっていうのがロシアとしてはあるんで、もう返還が迫る前に、もう占領しちゃえっていうことでもうやっちゃったっていうのが2013年のあの事件だったわけですね。はい。で、セバストポリ軍港ってなんでロシアにとって、そんなに重要なのっていうのがあるんですけども、これも地政学でわかるんですね。ロシアというのは何ていうのかな、地球儀をね、上から見るとよくわかるんですけど、ロシアってね、実は海に接してるようで接してないんですよ。というのは、ロシアが海に接している部分は全部凍ってるから。で、凍る港っていうのは使い物に今んとこの技術ではならないんですよ。だからロシアにとっては凍らない港っていうのがめちゃくちゃ欲しいんですね。で、太平洋側にはカラフトとかがあるんですけれども、で、また北朝鮮を、まあ、ロシアがすごい重視するのもそこにあるわけですね。その凍らない港が欲しいっていうのは、その地政学で言って、またその軍事戦略的にもすっごい大事だから、でいて、黒海に面してる、セバストポリ軍港、まあ、ちょっと地図を見ていただければわかるんですけれども、黒海という、まあ、ちょっとその、なんだろう。実はそのインド洋とかにもつながってる、こう、湾みたいになってる海があります。で、それをウクライナが覆ってるみたいな形になってるんですけど、そこに、港があります。で、これは凍らない港なんです。だからロシアにとってこれを失うっていうのはすごい痛手なんです、軍事的にね。で、これが、91年に崩壊した混乱の中でウクライナのものになっちゃったわけですよ。で、それをどうにか取り返したいっていうのが、まあ、プーチン大統領の祈願だったわけで。で、まあ、それを、まあ、暴力的にやったっていうのが2013年の事件でございます。はい。あとそうですね、めっちゃね、だから、あとね、その、イスラム教のスンニ派とシーア派の話であったりとか、いろいろね、あるんですけれども、そうですね、ちょっとね、時間がね、来てしまいましたので、後編にね、続きたいと思います。今度は中東情勢なんかの話を、だから世界ニュースのなぜは世界史に学べの、後編を次回はお送りしたいと思います。今回はね、ウクライナの話とかですね、あとまあその新型コロナウイルスのことも歴史に学ぶとよくわかるという話をしました。でね、確かこれは西ドイツの有名な政治家の、言葉なんですけれども、愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶっていう言葉があります。だから愚か者は自分の生きた経験の中からしか学ばないんです。だから自分の思ったことをツイートしてしまうんです。しかし賢者は自分の生きた歴史を、自分の生きた期間、その人が30年なのか60年なのか70年かわからないけど、それでは到底得ることのできない経験を歴史は経験してきているわけです。だからその何千年という歴史を学んで、ということは今の状況というのはこの時のこの歴史に実はこの部分で似ている、だからこのムーブをしたらきっとこういうことが起こるだろうということが歴史、予想できるから、このムーブはやめておこう、そしてこれにしていこうということを選べる、これが本当に賢い人なんだよということを、まあ有名なね、言葉がありますけれども、本当にですね、世界史、また、歴史に、学んでいくっていうのは、現代、まあ、混迷を極める現代社会だからこそ、すごい、まあ、大事な、要素になってくると思いますので、僕もね、歴史、すごい弱い分野ですので、まあ、社会人になってから一生懸命勉強してるんですけども、まあ、これご覧の皆様と一緒にね、勉強するような気持ちでですね、今後もですね、こういった情報発信を続けていきたいと思っております。というわけで、今日はですね、ここまでにしたいと思います。はい、最後までお聞きくださりありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。